そういうド素人みたいな人でもですよ、銀行の経営ができた時間が随分長いこと続いて、今の局面に対応力があるのは、ああ困った時のガーファなのかなというのは率直にこれも感想として持っていますね。私は日本銀行は戦う気はないんですよ。戦う気がない。ないです。皆さんこんにちは、ピクテマーケットラウンジです。今月も岡崎さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの3月はいろいろなことがあったんで今日そこから簡単に整理をして、はい、岡崎さんにですね、マーケットのことを、まあ、これからの株式について聞いていこうと思います、はいはい、まず3月9日日経平均は3月ピークをつけて2万8600円台の引けというところで、うん、まあ結構これで僕も2万8500円ぐらいが今年のピークかもっていう見方をしていたので、うん、外したかなと思いながらいろいろ考えていたんですけども、まあ、10日にシリコンバレーバンク、はい、ここがまあ経営破綻をして、その2日後3月12日シグネチャーバンクも破綻と、そして15日スイス大手のですねクレディスイスグループの経営不安という問題が出て、まあそして土日どうなるのかなっていうギリギリの中で日曜日にですね UBS に乗る買収が決定したという中でですね、その後ですからマーケットを10日から大きく急落して中旬ぐらいまで下げたということです。まあそして今足元少しマーケット収まってますけども、まあまずそのスクレディスイスについていくと、中央銀行が流動性を確保した、あとは日米欧の中央銀行6行がこれもドルの供給ですかね、これ強化したということでとりあえず収まっていて、あとまあその後24日の日にはドイツ銀行についても株価が下がったりとかしてますが、なんとか今週に入って昨日も昨夜ですねアメリカの株も銀行株やっと切り返してきたというところなんですけども、まずこの激動の3月について岡崎さんに簡単にまあ解説、あとその統括っていうんですかね、お願いできたら助かります全く試験ですけどね、はい、まあ去年あれだけすごいペースでですね利上げをしましたから、はい、まあ、どっかでほころびは出てくるだろうなということは年初からある程度は覚悟してたんですけども、まさかまさかですね、こんな漫画チックなといいますか、はい、ナイーブなというのかな、なんていうのかよくわからないけども、昨日バー副議長は教科書的なという言い方をしてましたけどね、 FRB のバー副議長ですね、バー副議長ですね、はい、教科書的なという言い方をしてましたけども、まあ、絵に描いたような、単純な銀行経営としてはお粗末な、専門用語で言うとデュレーションのミスマッチングってやつなんですけどね、これシリコンバレーバンクについてということですね。そうですね、まあ、非常に、まあ、そういう意味ではこう、つまんないミステイクですよね、うん、それでこんな事件になってしまったっていうのがアメリカで、クレディスイスに関して言うといろいろありましたけど、あれ筆頭株主の、はい、サウジアラビアの銀行の頭取の筆頭株主ですよ、筆頭株主がもう増資には応じないとかですよ、剣もほろに何なら株打ちまうぞみたいなことを言ったらそりゃ不安になりますわね。まあどちらも共通しているのは、かたやシリコンバレーバンクというバンクと名が付いてるんですけども経営が恐ろしく素人のような、はい、でかたやサウジアラビアのサウジアラビアバンクですか、うん、一応バンクなんですけどもこれも経営といいますか株主としてはあるいはトップとリーダーとしてはもう恐ろしくお粗末な、まあ、不用意な発言ですよね、うん、どちらもその銀行というですねビークルのトップの人間あるいはその経営のあり方、うん、その運用のあり方、ここがまあ実のところは不用意な不注意なミスをして、でそれがまあ逆に言えばそういうド素人みたいな人でもですよ、銀行の経営ができた時間が随分長いこと続いたんだなと、はい、こういう要素もでき見えると思うんですよ。まあなんとか、それぞれ、昨日ですかね、シリコンバレーバンクの受け皿となる銀行も決まりまして、はい、ファーストシーズンバンクですかね、バンクというんですかね、はい、であとまあ先ほどおっしゃったようにクレディスイスは UBS にということで一応収まって、でそれこそパウエル議長も一生懸命説明して、でイエレン長官も一生懸命説明して、まあ、ただこれ人間の説明ってね当たり前ですけどもね、はい、いくら偉い人がもう大丈夫ですよっつってもまあどうですか10人いたら大丈夫だと思う人って3人か4人ぐらいで、はい、3人か4人ぐらいは、うん、
どうかなと思ってて、で残り3人か4人はやっぱりわけないだろうっていうのが、これはまあ普通の民主主義の世の中は、はい、そんなふうに分散するのが当たり前ですし、もっとそれの極致とも言えるべき、マーケットなんていうのはまだまだ半信半疑で、しばらくの間まだ揺れ動くと思うんですが、ここまで来ると、まあ、よく言う話ですけどもね、時間だけが解決してくれるのかなと、うん、Only time will tell ってやつですかね、日本語に言うと人の噂も75日なのかもしれませんけれども、結局何もまあ対価なくここから1ヶ月、5月1日まで先ほどのお話の出たバー副議長は、検査に邁進すると、銀行の監督強化、規制強化に入るわけですけどもね、この時間帯に入るので、その結果が出るまで特に新しいこの手の破綻とか金融の不安を煽るような事件がなければ、この問題は一旦は落着したのかなと私は思います。そうするとこれから4月に入りますけども、その5月の頭ぐらいまでこう検査が来る中で、はい、多分こう投資長い視聴者の方からいくと、日本も金融庁ってあったよねと、はい、そこがどうなるのか、疑心暗鬼でさらにこう不安定になるってことはあまり考えなくていいんでしょうか。金融庁はもう大概の仕事は終わったんじゃないですか。そう聞いてますし、まあ、疑い出したら聞いないので、はい、銀行の中身のポートフォリオまではね、分かりませんから、はい、それも地方まで行ったら、それこそどうですかね、株式を公開してないようなのもありますからね、これ分かんないんですけれども、ただアメリカの場合はこの比較的簡単に銀行は潰れるという、そういう歴史もありますし、で逆に言うと比較的簡単に銀行も作れるというのもありますし、はい、実際シリコンバレーバンクなんていうのは、まあ、志は清く正しく美しかったのかもしれませんが、実はノウハウは何もない、まあ、まあ預金集めばっかり、やってて、で毎年毎年お金がどんどん増えていくもんだから、結局のところ流動性のリスクコントロールとかできなかったということですから、はい、場合によっては他にも全米くまなく探せばですね、そういうようなケースもあるかもしれませんから、アメリカで今考えなきゃいけないのは、これが3月の FOMC のステートメンツに書かれてましたけども、はい、クレジットコンディションをタイトにさせる、クレジットコンディション、信用の状況をですね、逼迫させる、少なくとも緩和させる方向には絶対動かないと思いますので、それこそ金融庁の半沢直樹で言えば、片岡愛之助さん演じるところのですね、黒崎みたいな人がうわーっと前面に行くわけですからね、それは銀行にしてみればもうピリッとするわけで、はい、融資基準が厳しくなるでしょうから、しばらくの間ですね、信用逼迫みたいなことが起きないかどうか、それが切りがかりで、まあ、それが気がかりゆえに株式投資の世界では、じゃあちょっと中小企業が多い中小型株ラッセルなんかは少し落としとこうかとか、あるいは日本と違ってアメリカとかヨーロッパの場合は金融っていうのは銀行、保険、証券、不動産、これ全部一緒で、不動産っていうのも全部ファイナンシャルセクターに入ってますから、でそれだけお金を使う不動産株もね、やっぱり弱かったりしましたから、まあ、しばらくの間そちらの方をアンダーウェイトにしながら、何か他にいいものはないかなっていう、まあ物色が続く、そういう1ヶ月2ヶ月になるんじゃないかなと思いますね、はい、あるいは直近ミネアポリス連銀 の, 貸し借り総裁が、はい、まあ、今回 の, その今岡崎さんからあった話でですね、こう検査をしていくことによって、まあ、要は今回の破綻によって、銀行破綻、一部の銀行の破綻によって検査をしていくことによって、結局ですね、アメリカの経済が景気後退に近づくんじゃないかと、要は信用収縮がもし起きれば経済を減速させるんじゃないですかっていう、まあ不安があるというような発言をされました、はい、そこと、あとはまあそれともう一つ、その加えて逆説的かも分かりませんけども、アメリカの金融システムは強固だということも合わせて言っています、うん、このあたりって素直に受け取っていいということなんでしょうか。日本語の問題だと思いますけどね、はい、そうですか。結局のところ、だって検査に行って信用状況がやっぱりどっちかというとルーズじゃなくてタイトになるわけですから、はい、景気に対してはポジティブかネガティブかというのはそれはネガティブに決まってますから、どっちに影響がありますかというと、それは景気後退の方に行くという、はい、そういう機械的にはそう答えたと思いますよ。で景気後退のサインというのは実体経済では今のところ、はい、第1クォーターアトランタ連銀の GDP ナンも 3% ですから、ここは見えないんで、
でむしろ、まあ、この今回の信用収縮はまだ起きてませんよ、起きてないんだけども、はい、どれぐらいのものなのかなと、ここは身構えなきゃいけないなという気はしますね。で柏木さんっていうのはあの人確かちょっとトリッキーな人で、エキセントリックな人で、ドットチャートも一番端っこに置くような人なので、私はまああの人がどの頃言ってもそれは半分ユーモアもあって、で、はい、訳したあの情報ベンダーって言いますか、会社っていうのは結構、読んでほしいので、うんうん、かなり振り切って書きますからね、特に外資系の、はい、ああいうところは悪口言ってんじゃないですよこれはそれで逆に相場が動いてですね、儲かる時も損する時もありますからね、まあ、そういう目で見ておいた方がいいんじゃないかと思いますね。わかりました。そうすると今岡崎さんの話でいくと、ここまあ 2,3 週間で大きく、まあ、世の中が変わってきた、はい、マーケットも変わってきたっていうことなんですけども、注目点としては今言われたその金融の話とか、あとその中古型って話がありましたけども、はい、うん、これ分けてご説明いただくことは可能でしょうか。分けてというか、まあ、あの一般的に通年としてですよ、はい、通年として大企業の方が資金繰りは比較的安定してて、はい、その企業にも流動性が確保されてるから、例えば、はい、あの銀行の融資がなくないと事業が前に進まないという、その困難さっていうのはあまり感じないと思うんですけども、中小企業の場合で、やっぱり運転資金が必要なところとかですね、ある程度銀行のサポートがあってというところは、今回の仮に、まあ、検査が厳しくなって、はい、で銀行経営をもっと保守的にやりなさいという指導が入った場合、はい、そうなると例えば、何億ドルか貸している部分が少し減らされるケースであるとか、あるいは何億ドルか貸しているとしたらその利回りがより高くなるとか、でもっと言うと、そもそも論で言うとこれ、アメリカは2年目の高金利時代になりますから、はい、で企業にとってやっぱり一番難しいのは新規の融資がストップされることかですね、そういうことよりもロールオーバーのコストなんですよね、はい、大体まあ、ハイイールドなんかでお金を調達しているような格付けの低い会社は大体2年ぐらいの満期で、2年間のお金をこうロールオーバー、2年経ってまた2年経ってなんで、はい、そうすると去年はなんとか繰り述べてとか、まあなんとかやりくりしたところも、2年目になるとやっぱり運転資金の借り換えが出てくるんですよね、はい、この時に当然、まあ金利が上昇した分だけ金利は、次の新規というか借り換える利回りは上がってくるんですけども、さらにそこに上乗せ金利を要求されることになると中古型はちょっと厳しくなると、うん、平たく言うと、まあ、今回の事件に関わらず今年1年は確かに厳しいことは厳しい、ただその金利にも負けないぐらい成長ができる会社がある、あることも事実なんで、はい、ここはあの難しいところですね。ファンドマネージャーみんな今必死にそのあたりのところを精査してるんじゃないでしょうかね。あの今2つ目 の、 その中古型株についてやっぱ厳しくなるっていう見方は分かりましたと。で、まあ、一方のGAFAとかね、はい、ナスダック関係は強いっていうことをもう足元にありながらってことだと思います。あとその金融政策についてはあの今おっしゃられた通り、このどうなんですかね、あの5月の2日3日今度また FOMC ですけども、はい、そのまあ利上げをストップするかさらにやるかも含めて、このあたりはいかがですか。これはもうないと思いますよ。前回とそれは変わらずですね、あの、はい、私の見方はもう3月で打ち止め、うん、まあ、そもそも、うん、ここもういっぱいいっぱいまでやったんで、はい、もうこの辺止まんなきゃっていうやつなんですけども、うん、さらに今回の場合、このシリコンバレーバンクの破綻が出た時の直後の、パウエル議長の記者会見で、はい、明確におっしゃったのが、検査をすると、うん、で監督を強化すべきか規制を強化すべきか検査に行く、でその検査をいつまでにやるかというと5月1日まで行うって言ってるんですよね、はい、で 後にその、先ほどのバー副議長がリーダーとなってというのが全貌が見えてきた、はい、で5月1日まで検査をして、そして5月2日と3日に FOMC をするんですよ、うん、ということは最初からですよ、5月2日と3日の FOMC はこの検査結果の報告を受けるのが第一の目的のはずなんですよ。でその検査の結果の、検査結果を受けて、どこがいけなかったのか、まだまずいとかどこあるのか、まあ、それがずっと出てきてどういう内容にしろこれまずいぞと、なんかしなきゃと思ってこれ利下げでもしたらですよ、これは本当になんか悪いんだなってことになりますし、ね、はい、で逆に
うん、でいや大丈夫だから平均平均で利上げするって言ったら、さっき言いましたときにそもそも論の、はい、そもそも論の金融コストがまた上がるんだから、これ銀行の経営も厳しい、で銀行の向こうにいる中小企業なんかの経営も厳しいという、それこそ、傷口に塩を塗るみたいなですね、こういう行為になっちゃいますから、おそらく今回の2日と5月の2日と3日のですね、あの FOMC は、なぜこの事件が起きたのか、はい、で、これの再発防止するために何をすべきなのかが先 でその後あの政策変更についてはおそらく次の6月に、まあ後にずらすことになるんじゃないかなと私は思いますね。あの動かすにしてもですけどね。ありがとうございます。そうすると確認で、そういうこのまあ5月の上旬2日3日の FOMC でさらにはっきりしてくるわけですけども、そこを踏まえた上で難しいと思うんですけども、その景気とかインフレとか、はい、うん、その5月以降どのように見ていったらいいのかっていう、簡単にお願いできませんか。難しいですね。私は景気については、はい、今回足元救われた形になったんですけども、信用収縮のようなものが急激に起きなければ、はい、やっぱりノーランディング型で、うん、ほとんど景気後退というほどのことにはならないんじゃないかとまだ思っています、はい、ただもちろん、まあ、あの信用収縮っていうのはある意味これ対面で起きる、A さんと B さんの間で信用収縮が起きて、それが全米に広がるかどうかの問題なんで、必ずしもマーケットのように効率的に決まるものではないので、なかなかこれ予想は難しいことは事実です。ただ、肝心の経済の方、景気の方は、若干雇用統計でですね、2月分の雇用統計で製造業が雇用者数増えなかったとか、あるいは情報産業にくくられてますけども、昨今ずっと連日ニュースが入ってくる、IT 系の大手企業ですよね、こちらの連続的なリストラとか入ってきて失業者が増えるんじゃないかという見方もあるんですけども、今のところはね、そういう優秀な人たちのリストラっていうのは逆に言うと雇用吸収がありますので、他のビジネスがありますので、そんなに心配しなくてはいい。でしかしながらと言わざるを得ない、しかしながらやっぱり信用収縮の問題は怖いことは怖いので、うん、変な言い方ですけども、怖いがゆえに先ほど糸島さんもちらっとおっしゃいましたけど、はい、GAFA のようなナスダックがやっぱり優位になるんだろうなと。あの株式運用をしてると、あるいはあの YouTube 動画を見てくださってる人も経験あると思うんですけども、株式運用って例えば株式運用全部やめるって言ったら別ですけども、株式運用をこれしようと思うときに、例えばこっちにどうもまずそうなグループがいたら、こっちのグループ、そうでないグループがなんかよく見えると、はい、まあ美人投票効果みたいなもんですけどね、こっちにお金が行くといいのがあると思うんですね。今は消去法的で買うっていうのはあんまりそのおすすめできないんですけども、今の局面に対応力があるのは、あ、困った時のガーファなのかなというのは率直にこれも感想として持っていますね、私は。はい、ありがとうございます。そうすると今実際株式の話に入っていたんで、うん、そっちに最後ドンと入って、まとめに入りたい感じに来てるんですけども、はい、まあ、今岡崎さんの話だとナスダックだとか、うん、ガーファ系が優位ですねっていうことなんですけど、私はまあ相対的にはそうかなと思いますが、うん、やっぱその信用収縮から来て、うん、景気よりも何よりもやっぱ企業業績の悪化のリスクをやっぱマーケット関係者は考えるかなっていうふうに頭の中で思ってるんで、うん、まあ、やや岡崎さんの慎重派という中なんですが、僕ら分かりません、どうなるか。そうした中で実際にじゃあこの日本株見ていく場合に、足元前回もその、銀行株含めて配当利回り株、私も注目していたんですけども、うん、岡崎さんも注目されたと思います。このあたりその配当、高配当株の見方がまあ今どうなっているのか、うん、それ以外に注目点があるのかどうか、この日本株のその切り口っていうか注目点、ここについてコメントお願いできないでしょうか。環境は変わってないと思いますから、はい、引き続き来年度2023年度も高配当株というのがメインに、コアのポートフォリオにの位置を占めると思うんですね、うん、最近では非常に興味深かったのは、企業の方が自らの PBR が低いことにですね、対決姿勢を見せて PBR1 倍までは自社株買いを続けるぞみたいなですね、はい、勇敢な会社も出てきて、あ、いいぞいいぞと思って見てるんですけども、みんながそれこそ株を買ってもらう側もの人間も株を買う側の人間もですね、それぞれに日本企業をどうやっていこうかと、どうやってこのリノベーションしていこうかっていうですね、形になってきましたので、これはいいことだと思うんですね。ただその中で高配当もいろいろピンからキリまで、ピンからキリっていうかセクターありますからね、はい、
何も考えないで目をつぶって銀行株という時代が確かにありましたけども、はい、あれにはまあやっぱりちょっとどうかなっていう警戒感もあったんですが、やっぱりここはちょっと足元すくわれたので、ここは慎重にならざるを得ないと思いますが、本質的には日本の大企業でそれこそ株主への還元ですね、あと、はい、まあ、配当成功も日本というのはなかなか低かったんですが、もう3割はしっかり超えてますし、おそらく今回4割ぐらいまでいくんじゃないかなと思うんですけどもね。であともう一つ言うと、来期の見通しはもう一つ良くないみたいな話が出てるんですけれども、配当の見通し、これはまあなかなか立てられるもんじゃないんですけども、配当っていうのは大体利益に1年遅れぐらいで来ますから、そういう意味じゃ配当をもう少し増やすという政策はまだしばらく続くと思いますので、このコアに持っていくというのはいいと思う、まあ、引き続き継続でいいと思います、はい、でただね、一つその景気に対する見方のところで、ちょっとしたこうスパイスになるのかもしれませんが、注目しているのが、先ほど私はナスダックかなという形で言いましたけども、そのナスダックよりもさらに注目しているのが、もうかれこれ半年になりますかね、アメリカの半導体株指数、ソックス指数の動きなんですよ。日本企業はもうなくて、全然、ね、もっとすごい先進的なですね、企業ばっかり入っちゃってるんですが、ボトムからね、47% かな、もう上がってるんですよ。で、もともとボラティリティの大きい指数ですから、普通株っていうのは2割ぐらい上がったら、ボトムアウトしたとか、2割ぐらい下がったら、ピックアウトしたとかっていう、単純なトレンド判断っていうのはできるんですが、なかなか 20% ぐらいのですね、価格の変化ではそれが判定できない、おそらく4割か5割ぐらいだと思うんですけども、仮にこれ5割超えてくると、とんでもないことになるんですよね、今までの言い方を見ると。で、そこにストーリーを作んなきゃいけない、私のようなコメンテーターみたいな仕事をしている人間はそこに何かしら背後にあるものを調べなきゃいけないんですが、なかなかデータとしてはね、確証は持てないんです。確証は持てないんですけども、プライスアクションだけ見てみると、やっぱ半導体は来てるような気がするんですよね。で、ソックス指数のタイムラグを置いて、日本の半導体、精密機器というのが大体動いてますから、まあ、その景気については確かに慎重にといいますか、迂闊な判断はできないんですけども、しかし半導体を見る限り、これは順調ではないかなというような見方を日本株にも、ちょっとこう、感じてますね。今その半導体のところですと、私はそこまで自信はないんですけども、アメリカはもちろんのこと、日本も韓国もその巨額な投資、はい、半導体にしていくってことが多分分かりやすい追い風になってると思いますね。 それをまあどこまでバリエーションとして織り込んで、企業がどこまでシェアを取って利益取れますかっていうことの、まあそういう逆算っていうことがあるので、ここはまあ個別だと思ってます、はい、あと今岡崎さんからあったその高配当のところも、アメリカと日本のその銀行株を比べると、そこまで日本って極端なことはないというふうに私は理解をしているので、まあ当然ながらアメリカの株が、銀行株が下がると日本の銀行株も影響を受けますが、相対的にはまだマシなのかなと。バリエーション PBR も安いしというところで、あとその PBR が安いイコール高配当なんで、私が岡崎さんが言われたその高配当株投資イコール低 PBR 投資とも思えると。でヒントをいただいたんですけど、やっぱり利益に対して配当がまだ少ないってことであれば、やっぱり利益を配当に持っていくってことは、成長株よりもややその割安株っていうか、バリュー株の方が多い、かつ景気に左右されないと、されずに利益が出せないと配当も出せないっていうことでいくと、ややディフェンシブ寄りの中から探していくといいのかなっていう理解を持ったんですけど、そこは絞りすぎですかね。ディフェンシブとかオフェンシブとかっていうの関係ないですか？わかんないんですよ、私は。なんか、そういうもので、そういうふうに、こう、レッテル貼っちゃうと、日本株ってこう、たくさんあるように見えて、実はそんなないでしょ。はい、そうですね。だから、消えちゃうと思うんですよね。だから、あんまりそんなふうに、見る必要は、それとそうだそうだ。ディフェンシブ、オフェンシブで言うと、どうしてもディフェンシブが内需になっちゃうっていうかね。オフェンシブがこう外需になっちゃうとかっていうのも、あれもね、長いことやったらそうなって習慣になっちゃうんですけれども、ちょっとそろそろ仕組み変えてもいいんじゃないかなと思うんですね。じゃあ切り口変えて、そのセクターごとで見ていくと、例えば
海運だったりエネルギー関係の商社系だったり、うん、あと鉄鋼だったり、もうありだった、当然ながら金融なんかも入ってるんですけども、うん、こう見ていくとやっぱりやや、まあ、世界景気敏感型なものが多いの で、うん、多いですね、その辺が微妙だなと思って見ていました。だから、今回のこともそうですけども、リーマンショックで一番傷がひどかったのは日本だったというふうにみんなそんなふうにこう認識してるじゃないですか、はい、結局世界の景気が悪くなったら日本株が下がるんだって単純にまあそんなふうに、刷り込まれてるじゃないですか。まあそれがあるので日本の景気敏感株どうよという見方もあるんでしょうが、ただその一方でですよ、その景気敏感か鈍感かっていうことは置いといて、2022年度が終わるんですけども、とりあえず今年はインフレ率 3% で終わると思います。1年間通してみるとね。で 3% で終わる中で日経平均株価は配当を取り除くとこのままでいっちゃうと若干マイナスですよね、ちょっと負けてますよね。でトピックスのは多分ちょっと勝ってるのかもしれませんし、配当を加えるとこれ勝つんですね。でさっきの高配当株は高配当の名の通り配当だけで 5% ぐらい儲かってて、あとは価格の方がまだ揺れてますけども、これもプラスで割りそうですから、とりあえず株のグループ的には一番勝ってる。その次に JPX 小型とかその辺であるのかな。アクティブ運用してる人たちは勝敗の差結構ついた年じゃないかと思います。同時にポートフォリオで考えるとドル円は去年の3月末まだ110円台ですよね、はい、どうやら今年は130円前後で終わりそうだということです。じゃあ外貨建て資産が良かったのかというと、株をあの時点でそれと言って始めた人は結構苦しい1年だったでしょうし、債券もそれと言って始めた人は、価格が下がってしまったのでちょっと難しいわけですよ、はい、だからいろんな形でポートフォリオというのが試されたのであるんですけども、ポートフォリオが試されたと同時にそのタイミングといいますか、これも試されたと、はい、でやっちゃいけないことははっきり分かったのは、はい、去年の反省として集中投資はまずうまくいかなかったと思います。例えば米株だけとかっていうのもうまくいかなかったと思いますね、はい、これも集中もえいやつって今一気に買って一気に売るとかですね、トレーディングをやるっていうのもあんまりうまくいかなかったと思うんですよ。おそらく去年といいますか今年度ですね、もうじき3月終わろうとしてますから、教訓としてはやはり2023年度も先ほど、まあ、ディフェンシブかオフェンシブか、はい、いろんななんかそういうちょっとしたこう一行で片付けるボトムアップトップダウン的な発想になりがちなんですけども、そこじゃなくてなんかやっぱりゆっくり慎重に少しずつポートフォリオを作っていく、それをまたもう1年続けていく年になるんじゃないかなというようなそんな気がするんですけどね。そして今岡崎さんの話非常に大事な話いただいたんですけども、やっぱりポートフォリオをどう構築していくのかってことがすごく大事になってくるっていうことですよね、はい、だってこれだけアメリカの金利が上がってくれたんですか、はい、アメリカの金利が上がってくれたっていうことは我々はそのアメリカでのお金を借りて暮らしている人間ではないので、はい、あるいはアメリカのインフレと戦っている消費者でもないので、はい、これは投資価値をものすごく上げてくれたんですよ、はい、ですからこれはやはり少しずつその金利がこれだけ上がったんですから全体のリターンを上げていくポートフォリオの入れ替えとか、まあ、一番平たく言えば日本人の場合はもう圧倒的にキャッシュが多かったので今までキャッシュだった部分を少しずつ急ぐ必要はないと思います。少しずつポートフォリオを作っていく、それの2年目が始まるんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。そうすると今このポートフォリオの話をいただいたんですけども、まあ、その前提として、まあ、今後そのマーケットを見ていく中でそのインフレとどういうふうにこれ今まで対処してきてこれからどう付き合うのかも含めて、視聴者の方にですね、メッセージあればお願いいたします。メッセージは日本でよかったなと思ってよかったっていうのはね、はい、インフレの対策っていうのは、はい、短絡というか教科書的に考えると金利を上げることなんですよ、はい、でアメリカは見事にその金利を上げることで、1年が終わって過ぎようとしていて、ただ、金利を上げるだけだとなかなかインフレを抑えることができなくて苦労していると、はい、で金利を上げすぎてこういう本当につまんないミスが銀行の中から生まれてごたごたした2週間だったと。翻って我が国の場合は、はい、今インフレとどう戦おうとしているかというと日本銀行は戦う気はないんですよ、ね、
戦う気がない。ないです。これはもう明らかに上田日銀総裁の過去のレポート、過去の、講演とか、過去の日銀の、議事要旨とかいろんなものを言いましたけれども、あえてインフレとは戦わないという姿勢だと思います、はい、で要するに時間軸効果、ゼロ金利もしくは若干のマイナス金利をできるだけ長くして、で何とかしてまずデフレを脱却させることっていうこと、これを確定させることに邁進される、まあ、YCC イールドカーブコントロールの解除は多分早めに来ると思うんですが、じゃあインフレと日本はどうやって戦うのか、これは日本ならではの賢いと言いますか、うん、まあそれも一つの答えだろうなと思うんですけども、結局インフレと戦うのは岸田政権なんですね。岸田政権が戦うわけですよ、はい、電気代ガス代の補助とまた 2.2 兆円増やしましたよね。あれで解決できるのか、いやそれは解決はできないと思いますよ。応急処置ですよ。応急処置なんですが、この今回のインフレというものの本質が、そもそもで言うとやっぱりコロナからのリオープンで、急激に需要がボリュームアップしたためにきっかけはここなんですけども、同時にアメリカの場合は、極端な、労働移動ですね、もう空前の転職ブームと空前の転居ブームが作っていったってなるわけですね。それはコロナに対する対応策のまずとかいろいろあるかもしれませんが、翻って日本の場合は確かに労働市場や若干ようやくタイトになってきましたけども、アメリカのような現象まではまだ至っていないんですよ。至っていなくて、アメリカのような極端なコロナによる、まあ、ロックダウンから、あとはリオープンの急激な変化もなく、極めて日本的な、本当に悲しいぐらい日本的に我々は慎重に時間をかけてやってきたんですね。だとすればこの応急処置でおそらくインフレは 2-3% ぐらい、ゼロではもう戻らないとし、デフレには戻らないと思うんですけども、はい、アメリカのような極端な数字には出ないんじゃないかと思うんですね。これはこれでインフレとの対処方法、解決方法としては間違ってないような気がします。となると逆説的に言うと、投資家は今年度もそうでしたけど、来年度も 2-3% のインフレが来る、おそらく再来年度もそうだと思います。でいつの間にか完全にデフレっていうのは終わったんで、やっと時間がこれ教えてくれると思うんですよ。で我々は何をしなきゃいけないかっていうと、デフレ時代の投資マインドは完全にやめなきゃいけないですよね。これは間違いないと。そうするとここ数年間あった一時的っていう言葉についてはどうですか？これはもう半永久的だと思いますよ、まあ、もちろんインフレって言っても人によっては大騒ぎするインフレっていうのもありますけども、今日本銀行は世界の他の国々の中央銀行と同じように 2% 目標にしてるわけですよ。 2% 目標にしてるってことは 2% に対して上回ったら確かにインフレだと、まあ、今インフレなんですけどもね、過去のツケを払ってる状況だからすぐには利上げしないっていうことなんでしょうけども、まあ、そういうことをいろいろ模索しながら日本銀行のあるべき姿、日本銀行にとって中立金庫は 金利ってのはどこなんだろうとか、あるいはもっと言うとこの日本という国に自然利子率みたいなものがあるとしたら、それはどれぐらいの水準なんだろうっていうのが、ようやく議論の俎上に乗る、そういう時代が始まるような4月からの上田日銀体制は、こういう仕事が待ってるような気がするんですけどね。はい、非常に興味深い話を今月もいただきました。来月も楽しみにします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日の岡崎さんとの対談についてですね、まあ、私が今日思うところでいくと、まあ、岡崎さんでさえやはりそのこの3月中旬から起きたこのアメリカの2行、あとヨーロッパの銀行の金融不安、まあ、そしてドイツまでどうなのってことに行きましたけども、まあ、世界的に欧米諸国で金融不安が高まっているってことを見ると、やはりですねこれは年後半やっぱ景気が拡大して企業業績も良くなるっていうバラ色はやっぱりかなり角度が低くなったと思います。ただし悲観するのではなくて、多分マーケットボックス圏になっていくと思うんですね。うまくやっぱり銘柄を入れ替えしていく、もしくはポートフォリオをですねこう入れ替えていくっていうことをしないと、対応できないのかなと思っています。でそうした中でですね、今回でいくと4月末の日銀政策決定会合、あと5月の初旬の FOMC、まあ、ここでまた一つの大きなヒントが出てくると思います。私はそこまでやっぱマーケットもたもたするかと思うんですけども、その後上がるのか下がるのか、来月も岡崎さんとの対談でですねこのあたりのことをしっかり聞いていこうと思ってます。ぜひご意見ご感想をコメント欄にお寄せください。
来月またお会いしましょう。